はい、どうも。今日はね、ちょっとね、これタトゥーとかね、そういう入れ墨ですよね、そういうなんがあると、就職活動には非常に影響があるのかどうかっていう、僕のね、ちょっとイメージ、想像の世界ですけど、まだそれを経験してないんでね、一概にどうのこうのとちょっと言えないんですけど、自分なりのまだその想像の世界のことをちょっとお話ししてみたいと思います。で今回も僕もちょっとね、タトゥー入れてみまして、今後ね、就活するかしないかわかんないですけど、まあ今のところ僕もね、転職なんか全く考えてないんで、このままずっと、継続していくつもりではいてるんですけど、まあこの状態でね、入った状態で、いざ就活をしたら、どうなるのかって思う時があるんですね。で、まあ僕個人的にはね、もうこれ業界にも多分ね、これよると思うんですよね、業界にも。ですから、まあ、僕らが今所属してるね、この、運送トラックの業界、要は運転手の業界はまだね、僕は多分これ比較的緩い方じゃないかなと思うんですけどね。まあこれ大手とかね、まあ S の急便さんとかね、猫さんとか、まあ、ね、そういう超大手ですよね。もうほんまに日本を代表する、超大手のね、会社さんとか、まあそれはちょっともう別として、まああと、まあ中堅クラスでも、比較的にきっちりしてる超絶ホワイトな会社とかね、そういう、まあ世間体ですよね、その会社のブランドを重視した、世間体を非常に気にする会社さんでしたらね、もうこれ一発アウトやと思うんですけど、まあ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 ね、僕らももうこの年なんで、そういう会社にもう行くつもりもないですし、興味も全くないんで、まあそこはいいんですけどね、普通に考えたらね、これ多分中小個人の、そこらにゴロゴロある街の運送屋さんでしたらね、比較的、僕はハードルはまあまあ低いんじゃないかなと思うんですね。まあこれ面接の時にね、まあ僕は今までそれ経験ないですよ。面接で、入れ墨タトゥーを入れてますかっていうね、そういう、面接での、やり取りの中でそういうことを聞かれたことは一切ないですし、全くないんでね、今現時点ではですよ、全くないんで、だからまあまあ普通に、聞かれなかったらあえて自分から言う必要は、告知する必要はね、多分僕はないと思うんですよね。まあ聞かれたらね、万が一僕がね、じゃあ就活しました、面接行きましたとなった時にね、そういうことをね、聞かれた場合はまあ包み隠さずね、それはもう告知するつもりではいてるんですよね。まあそれをね、してません、まあ入れてません、そういうのは一切ありませんって言ってね、入社して、それがもし万が一ね発覚した場合には、その告知義務違反っていうんですかね、そういうちょっとまた面倒くさいことにはなるんで、それでしたらね、もう聞かれた時は事前に正直に告知して、それで採用してくれるのかしてくれないのかはね、相手さん次第だと思うんですよね。ですからまあ業界全体で見るとね、他の業界、まあ他の業界っていろんな業界あるんですけど、まあ業界全体で見ると、まあ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 僕は結構緩い方、ハードルの低い業界じゃないかなとはね、個人的には思ってるんですよね。ですからまあさほどそんなにね、影響はないんじゃないかなとは、思うんですよね。まあでもね、やっぱりその、国全体、この国民性ってもうそこまで、グロスで見た場合は、非常にやっぱり偏見の目というかね、ちょっと海外とはだいぶ温度差があるんじゃないかなって思います。実際、まあ自分自身も、まあ若い時からね、すごい興味はあったんやけど、そういう、堀氏の方とかね、そちらの業界っていうのを、見た場合ね、やっぱり自分自身も、興味があり、まあ入れれるタイミングがあるやったら入れてみたいなっていうね、若い時からそれはあった割にはちょっと偏見の目とか、ちょっとそういう堀氏とかそのね、業界に対して、ちょっとそういう色目で見てたのもね、実際自分もそういう自分もあったんですよね。
でも今回ね、これもちょっと話はその、面接がどうのこうのからちょっとずれるんですけど、まあ、今回僕のねこれ、していただいた堀市の方、まあ、ひろしさんっていう方なんですけどね、もうやっぱりね僕は非常に引きつけられた、人間的に、まあまあ人間的にもそんながっつりね深く、会話をしたわけでもないし、この間が初めてのご対面やったわけですし、別に深く入り込んだわけじゃないんでね、あれなんですけど、まあでも非常に、かっこいい方、かっこいいから外見がかっこいいんじゃなくて、まあ堀市としてやってきはったその実績ですよね、過去の実績と、まあ海外でね6年近くね、活躍もされ、ほんで今現時点でも確か日本と、韓国とスペインでもう未だに 現時点でも、活躍をされてるらしいんですよね。でやっぱりその非常にやっぱり予約も、取りにくいね、次から次とその予約ね、1日70件近くの、5、60件から70件近くのね、その問い合わせとかね、予約の殺到とかもあるぐらいの方なんですね。でまあ家族もしっかり持って、まあ、子供もね、何人か3人近くいてはるんですけど、まあ、しっかり、その腕一本で、のし上がってきて、しっかり自分の腕一本でやっぱり家族も守ってはるんですよね。だからまあそういう意味でもね、僕は非常に人生成功、僕らは非常に人生を成功してはる方なんじゃないんかなっていうのもね、非常に僕は興味があるんですよね。でまあ昨日ね、連絡をいただいて、まあ近々またね遊びにスタジオの方に、ちょっと遊びに行かせていただこうかなと問い合わせをしたら、ぜひとも、来てくださいっていうね、連絡もいただきまして、またねタイミングが合えば、またそのスタジオの方にもね、ちょっと、遊びに行かせていただこうかなと思ってる次第でございます。まあそういうなんでね、ほんまにちょっと話はまた元に戻りまして、そういうね、ワンポイント入ってる入ってないでね、就活が、左右するっていうのはまあちょっとね、未だにそのファッションとして受け入れられてないのが今のこの現実やと思うんですよね。あくまでも、まあ、これはファッションの一つとして、海外みたいにね、見るような風潮、になるには、まだまだかなりのね、はるか、遠い時間がかかるんじゃないかなと、非常に思ってる次第でございます。だからまあ結局のところ、まあ、中小個人のね、運送屋さんね、町の運送屋さんでしたら、まあまあまあいけるんじゃないかなと個人的には思ってるんですよね。まあ聞かれれば当然告知はするし、告知して不採用やったらそれはそれでも仕方ないことですし、聞かれなかったらもうそのまんまね、普通に、入社するっていう形でなると思うんですよね。ですからまあ今回ね、その就活としてリスクが高いのかってなるとね、大手中堅でもね、大手はまあまあまあ当然無理ですし、中堅クラスでもね、非常にしっかりした超絶ホワイトな、とこでしたらまあ無理の可能性の方が非常に高いですけど、まあ普通に、中小個人の、町の運送屋さんでしたらね、比較的ハードルが低く、そんなにいくんじゃないかなっていう僕のちょっとしたイメージですね。実際今現時点でね、そういう就職活動っていうのをしてないんでね、あくまでも僕のこの想像の世界ですけどね、これ想像の世界です。あくまでも僕の勝手な想像、空想の世界ですけど、そうじゃないかなっていうことですね。まあまあそんなんでね、結局このね、こういうね、ワンポイントでこう、タトゥーを入れた場合ね、就活としてはリスクが高いのか、低いのか、それをちょっとね、僕の想像の世界の話をちょっとさせていただきました。本日もね、ちょっとタツネタで申し訳ありませんでした。今後も引き続き、ご視聴よろしくお願いします。